料理ショー、今月は和食です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今月の炎の料理人は長野市にある代々屋の須崎シェフ。旬の食材を生かした料理を楽しめる和食店です。さあ今日はどんなお料理ですか？はい、本日は味噌だれで食べるさっぱり冷しゃぶサラダでございます。夏には嬉しい豚肉を使ってさっぱりいただける和風サラダです。まず材料を切る前に便利なタイマー機能を使ってお湯を沸かします。こちらのレタスを一口サイズに切っていきます。はい、レタスは水につけといた方がいいんですか？そうですね、水でさらした方がシャキッとしたりするので。キャベツは千切り、玉ねぎはスライスし、レタス同様水にさらします。でこれサラダ、玉ねぎ入るとやっぱすごく辛みが出てすごく美味しいので、玉ねぎがポイントです。はい、味のアクセントにもなってるんですね。トマトはくし形に、アスパラは2等分にし、みょうがは食べやすい大きさに切ります。結構大きいとちょっと辛かったりするので、ちょっと小さめに。タイマー機能を使って沸かしたお湯でオクラ、アスパラを茹でます。まあ、ちょっと食感残すぐらいに茹でたいので。目安ってどれぐらいですか？そうですね、一回ちょっと触ってみてちょっとふにゃってなるぐらいが、はい、だいたいこれぐらい。氷水で冷やさないと色味が飛んでしまうので、ここが結構ポイントですね。同じ鍋で豚肉も茹でます。でこのお肉は色が変われば大丈夫です。で一緒のところでもう冷やしちゃいます。おお、これまた便利ですね。続いて味噌だれを作ります。ボウルに味噌、豆乳、蜂蜜、おろしたニンニクと生姜、酢を入れます。やっぱちょっと酸味があった方が、はい、うん、暑い時は美味しいと思うので。最後に白いりごまを入れ混ぜれば味噌だれの完成です。お皿に野菜と豚肉を盛り付けます。でタレを別に別添えでもいいですし、今回はかけます。はい、はい、豪快にかけちゃいます。はい、暑い夏にぴったりの酸味が効いたヘルシーな冷しゃぶサラダの完成です。野菜がシャキシャキしてて、お肉もさっぱりいただけますね。このお味噌が豆乳と蜂蜜と合わさることでとってもマイルドになってますね。この味噌だれがあればもういくらでもお野菜が食べられるくらい、もう茹でて簡単のお料理、ぜひ作ってみてください。炎で料理ショー、次回は大葉を挟んだ揚げ出し豆腐です。お楽しみに。